園内放送に合わせて多分することが多いんですけれども、本来の意味は仲間とのコミュニケーションになります。遠くにいる仲間に向かってですね、ここにいるよっていうような合図だったり、これから帰るよっていうような合図だったりするんですけれども、本来狼っていうのはですね、とても臆病な生き物で、低く食われちまうぞなんていうこと言われること多いんですけれども、人を見つけるとですね、嗅覚と聴覚が優れているので、いち早く人を見つけてですね、遠くの方で見守っているっていうような形になります。なので、自分と違う群れが近づいてくるとですね、これ以上来るなよっていう意味で遠吠えをすることもあります。痛くないんだな、こいつら。寒さ強いんだね。大きいね。かわいい。じゃあ、ママちゃんがさ、